今回のハック&DIY チャンネルでは、キハダマグロのコマセ釣りをターゲットとした水中カメラを作っていきます。相模湾でのキハダマグロのコマセ釣りが、今年も8月から解禁となりました。ここ数年、キハダマグロ釣りの水中撮影に挑戦してきましたが、カメラをつけると魚が釣れず、残念ながらうまく撮影できていません。コマセ釣りは、この絵のように、コマセとつけ餌が水中で同期することで成立します。水中カメラは、つけ餌の近くに取り付けているのですが、水中カメラの重量や水の抵抗により、コマセとつけ餌の同期がずれてしまうのが、釣れない原因と考えられます。これまでに使った水中カメラは、ラズベリーパイ、ゼロベースで、重量 100g 以上、サイズも小さいコマセカゴくらいありました。これでは、釣りに悪影響が出てしまうのも仕方ありません。他にも色々と問題点や改善したい点があり、昨年の初夏頃から丸1年かけて、徹底的に改良を進めてきました。そうして完成した新しい水中カメラがこちらになります。過去に作ったものとは比較にならないくらい、小型で使いやすい水中カメラにできました。今回の主な改良点はこんな感じです。それぞれを簡単にご説明しますね。まず、マイコンボードとカメラユニットを自作し、完全に専用設計とすることで、大幅な小型軽量化を実現しています。マイコンボードは2層構造にすることで、以前の動画でシーラ釣りに使ったものより、さらに小型化できました。長さ 58mm、重さ 33g と、ゴープロ等と比較しても、かなり小型軽量です。このサイズと重量なら、ジギングやライトな釣りでも使えそうです。カメラの全パーツはこんな感じです。バッテリーの容量もかなり削りましたが、省電力化により、フル HD で1時間の撮影が可能です。水深は 200m 程度までは撮影できました。もっと深くても耐えられますが、深すぎると真っ暗で何も映らなくなってしまいます。次に、仕掛けの接続方法です。以前のカメラでは、仕掛けを途中で切断し、間にカメラを挟んでいました。しかし、この方法では仕掛けが絡みやすく、また、投入がやりにくくて手返しが悪くなってしまいます。そこで、新しい水中カメラでは、ハリスを挟み込んで固定できるような形状にしました。このようにハリスを挟み込み、前後のクリップで固定します。この方法なら、ハリスに結び目を作るだけで自由な場所にカメラを固定でき、接合部もないので、糸の絡みの問題も少なくできます。続いて、操作系の改善についてです。前のカメラはラズパイ、ゼロベースなこともあり、毎回スマホをカメラに接続して時計合わせや電源操作をする必要があり、不便でした。新しいカメラは磁気センサを搭載しており、磁石を近づけることで、電源のオン、オフや強制シャットダウンなどの操作ができます。RTC を搭載することで、毎回の時計合わせも不要になりました。LED 表示も工夫して、表示パターンでバッテリーの残量と、海水センサや録画の状態がわかるようになっています。これで、映像データの取り出し以外は、戦場でスマホでの操作は必要なくなりました。どれも細かい改善ですが、釣りの快適さは釣果に直結するので、とても大切だと考えています。最後は、専用充電器とキャリングケースです。前のカメラは、こんな感じに、ミノムシクリップでカメラの充電端子を挟んで充電する作りでした。これだと毎回接続が大変で、手返しがとても悪くなってしまいます。なので、新しいカメラでは、こんな感じにカメラを差し込むだけで充電できる、専用充電器を開発しました。制御回路も専用設計で、完全防水のために、こちらも磁石で電源オン、オフを制御する作りになっています。また、充電器を接続する構造を利用して、こんな感じのキャリングケースも作成しました。
カメラの運搬は神経を使うので、このようなケースに収納できるとだいぶ気が楽になります。カメラも4台作成し、準備万端です。お盆休みに早速キハダマグロとカツオを狙いに行ったのですが、残念ながらカツオの一本も釣れず、伊豆の離島であるゼニスへのプチ遠征も計画してたのですが、残念ながら台風直撃でした。まあまだシーズンが始まったばかりですし、焦る必要はありませんね。次の船も予約しているので、近日中にリベンジに行ってきます。今年はキハダマグロとのファイトを撮影したいですね。今回の内容はここまでです。最後までのご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。